新宿ミーウィー所属、戦う体操のお兄さん高橋貴教が参戦。シュートで実績を残し、グラジャンのベルトを取るためにカムバック。今年5月の復帰戦では大月大成にまさかの一本負け。北の大地からノースキングス村田俊、前線ブレイブの秘密兵器黒い海星に勝利する大金星を挙げた。第11試合、フィットネスショッププレゼンツグラチャンフェザー級トーナメント1回戦、5分2ラウンド延長1ラウンド、高橋貴教 VS 村田俊。Thank you.
Thank you.
12月4日の大会、12月4日